はい、えっと、まあ、日本ではですね、えーまあ、いろんなあ木でできている道具にはですねこういうまあ、えー、菓子の木をまあよく使うんですけれどもそれはですね日本にあたっては、えー、この菓子の木っていうものをまあ使っているだけでですね、えー、必ずこう日本のカンナにはですね菓子を使わなければいけないということではないと思います。えーまあ、つまりですね、えー、もし ねえー、あなたたちの、えー、国で、えー、この日本の歯を使いたかったらですね、えー、あなたたちの国で育ったです、ねまあ、非常に、まあ、ちょっと硬くてです、ね、あまり、えー、気温とかです、ねえー、湿度に影響を受けにくい、まあ、木っていうものを選んで,です、ねえー、この日本の歯を同じようにこう、えー、入れてやって使うことができると思います。 えっとまあ、できるだけ安定した状態というものを、えー、この木に求めますんであなたたちの国で育った木というものがおそらく一番安定しているだろうということです。はい、ですから、えー、まあ白髪を、ね、この木を絶対使わないといけないということではないです。